JBCC ホールディングス東上でございます。本日は当社の決算説明会にご参加ありがとうございます。会を追うごとに多くの方が参加いただいていることをとても嬉しく思っております。最初に初めての方もお見えになりますので、会社の概要について簡潔にお話を申し上げます。ホールディングの参加に事業会社が9つ 昨年の秋10月の決算説明会の時には10社というご報告を申し上げましたが、中部地区にございます CS 傘下に BWave っていう、まあ、名前もそのもの、ウェブ系のアプリケーションの得意な会社を傘下に抱えておりましたが、今年の3月で完全統合をいたしました。従いまして、事業会社の数が10から9という変化をしております。えー、本日は まず、昨年度の業績のご報告、それからこの3年間続けてまいりました中期経営計画から、新たに4月よりスタートをしました中期経営計画、前後総括をし、そしてこの3年間で何を目指していくか、これについて、ポイント、お話を申し上げたいというふうに思います。そのの後、当当期業績配予想についてご紹介申し上げます。 まず決算のハイライトでございますけれども昨年の年度決算のこの決算の説明会において私がこのように申し上げました我々はこの3年間で事業構造を変え失うビジネスから得られるビジネスにそしてその売上が底を打ち今後継続的に増収増益を繰り返しそして25年ぶりに 過去最高の営業利益を出したその最高の営業利益を毎年継続をしていく土台ができましたというお話を申し上げましたこの一年間の結果はまさにその土台を築いてきた上にお話ししたことが具現化できた内容であるというふうに考えられます 売上営業利益ともに力強い成長、そして全中期経営計画の最初から最後まで比べますと、毎年着実に営業利益率を改善し、まあ、7%弱まで改善をしております。そのような状況を受け、毎年継続的に増配を継続をしております。それでは具体的な数値についてご紹介を申し上げます。売上営業利益、先ほどお話ししたとおりでございますが、 一つお話を申し上げていくポイントがございます、えー。見ていただきまして、昨年の10月に情報修正をしました業績予想に対しまして、営業利益、経常利益、それから登記利益に関しまして、目標値に対しては98%という未達の状態にあります。えー、これは、直接的な要因はいくつかの大規模開発、システム開発のプロジェクトにおいて、 これまで以上に厳しい目でそれぞれのプロジェクトを評価いたしました。えー、監査法人の協力も得て、まあ、後ほどシステム開発の分野のところでご紹介申し上げました、我々のプロジェクトサイズが非常に大きくなってきておりますので、そういう面で見ますと、これまでの経験以上に 厳しく見る必要があるだろうということでこの3月期の年度決算の中には当初予定以上にまあ、言ってみるとまあコンサーブ的なんじゃないかという見方もありますがよりプロジェクトを厳しく見てさらに追加の引き当てを行った結果利益の観点で98%台という結果に終わっておりますまあ、ただし見ていただきましたように大幅な力強い成長ができております 具体的なセグメント別について見てみたいと思いますが、情報ソリューション、それから製品開発制度の中に、それぞれの注力エリアを書いております、例えば超高速開発だったり、クラウドセキュリティクラウドデータ連携という記載、例えばサービスのところを見ていただきますと、大幅な成長を遂げております、クラウドとセキュリティこれがけん引をし、大きな成長を遂げております。 えー、SI の開発そのものも、事業全体としますと、売上全体がプラス7.5%、売上総利益はプラス2%ということですが、まあ、先ほどの要因も含めて、えー、一時的な現象が今、この中に完備されているというふうにご理解をいただきたいというふうに思います。えー、もう一つう、追加でお話をしておくべき、昨年の10月の決算説明会のときにも、昨年の上期も非常に好調でしたというお話を申し上げました。 その時にセグメント別で見ますとシステムのところが見ていただきますとこれは単位前年比でプラス6%の売り上げが成長しております予算は我々が失っていくビジネス得られるビジネスをクラウドとしますので失っていくビジネスがシステムのビジネスになりますしたがいまして予算はマイナス予算を組んでいるところのプラス6%ですので、えー、期待値以上の成果が出ております えー、もし、えー、家庭で計算しますとシステムが予算通りであったとするならば売上の成長率はプラス12ではなくてプラス8%の成長になります、えー、このプラス6%の要因はいくつかの大型システムの案件がございましたこれはあの SI の事業と両方絡んでくるんですが国産メーカーのメインフレームの製造中心の発表に伴いまして 大型機で動いているアプリケーションを、まあ、言ってみますとモダナイゼーションあるいはコンバージョンとい,ういろいろな言い方をしますけれども脱 <That 's S 1> メインフレームのー SI の事業がございますそのコンバージョンをしながらそしてインフラを構築していく時に当社に配置をいただきシステムを導入をしている、まあ、このような要因がプラス側に押し上げております。 さらに我々が注力している事業の具体的な数値をご紹介申し上げたいと思いますがまず最初にストックのところをご紹介申し上げますクラウドセキュリティともに40数の対前年比の売上増でございますこの売上増は2023年の3月期の実績を見ていただいたときの新規の月額受注高累計を 見ていいたただきたいんですけれども例えば2023年のクラウドの新規月額受注高累計1億6,700万これを毎月1億6,700万ですのでかけ12いただくと2024年度のプラスの売り上げを押し上げているようになります。同じようにセキュリティも1億3,000万かけ12が前期のプラス42%の売り上げを支えております。つまり この3月期で示ましたときに、クラウドとセキュリティ、ここに書いてますと、2億6,200万、具体的に1億7,000万、両方足し算していただきますと、4億3,000万強の新規月額の確保、つまり、かけ12をしていただきますと、50億を超える売り上げが、今期の、この4月から始まった2025年度のクラウドとセキュリティの売り上げ像を作ります。 こういうふうに我々のマネジメントシステムでは毎月新たにクラウドの月額いくらのビジネスを確保していくかというところに非常に注力をしておりますこれが新たな得られるビジネスになってまいりますこれがこの3年間の中において着実に積み上がってきた成果で我々は授業構造の変革がかなりのところまでできてきているという状態にございます 同時に超高速開発これは通常のシステム開発の受注でございますけれども売り上げそのものはプラス6%先ほどのページでご紹介して SI 事業全体で言いますとプラス7.5%ですかそれより若干低いですつまりメインフレームのコンバージョンそれから私どもがヘルスケアの事業がございますので電子カルテの導入のところが対前年比で大きく伸びましたので上側に押し上げているという形になります。 受注高の前年比のマイナスは我々はプロジェクトがスタートしたときには最初から最後までの契約はいたしませんそれぞれの局面単位の開発の受注形態をとっておりますのでそういう面ではこの受注高っていうところがフェーズの切れ目によりましてプラスであったりマイナスだったりしますが重要なところは我々は今超高速開発に従事している SE はフル稼働の状態でございます。 ですから具体的に新規の案件のご相談お客様からご相談いただきますと今の段階で言いますと今年の秋からのスタート、まあ、下期からのスタートというふうにそれぞれのお客様とご相談をさせていただいてそのようなプロジェクトスケジュールを引いておりますので今現在は新たなプロジェクトは半年後になるというふうにそれだけプロジェクトがこう並行して走っているというふうにご理解をください。 したがいましてあの SI 全体に占める超高速比率というものを我々は重要視して見てきたわけですが SI の事業全体が伸びてしまいますと占有率そのものも非常にこう厳しくなりますので、えー、未達の状態であるという形になります。えー、クラウドデータ連携は後ほどご紹介を申し上げました目標値に対しては半分で終わってますが伸び率観点から見ますと売り上げが非常に大きく伸びております。 このような結果を総合しまして経営指標で見ていただきますと売上だけ総利益は若干のマイナスがございますけれども非常に健全な成長が遂げているというふうに見えます株主還元につきましても当初お約束した年間の配当そして過去毎年の増配を継続をしております それではここからこの3月まで3年間続けてまいりました中期経営計画を総括をこれは簡潔にさせていただいて次に何を目指すかというところにできるだけ重点を置いてご紹介を申し上げたいというふうに思いますまず全体感としましてこれまで多くクラウドそれからセキュリティのストックのビジネスを成長のドライバーをする ことで事業構造の転換は足腰を強くしてきたことが間違いなく実証できているというふうに思います当初スタート時に立てた目標を1年間前倒しで達成することができそしてこのような大幅な成長ができておりますこの具体的な成長エンジンがこの4つになるわけですが クラウドセキュリティ毎年、先ほど少し ×12 というお話を申し上げました、毎月毎月、新規の受注がどれぐらいになってくるかということを、過去3年間、毎年50%増を進めてまいりまして、着実な売上げの増を達成することができました。我々のクラウドは、必ずマルチクラウドをお客様にご提案を申し上げます。 Amazon だけであったりマイクロソフトであったりあるいは Google だけであったりということはしません必然的にマルチクラウドの環境が重要になってくる必要になってくるそこの全体を適正化をしていくということが我々にとってのお客様にとっての付加価値になります同時にセキュリティもそのような複数のクラウドを中心としたセキュリティを実装し そして日々運用していくっていうところがとても重要になるわけなんですけれども、そこのところが私どもの最大の価値でございます。超高速開発も先ほどご紹介申し上げましたように、要因はもうすでに高稼働率を継続している状態にございます。まこのような注力事業でもって我々が3年間目標としてきたところは、おおむね達成ができたというふうに考えております。 引き継いで新たな3年間で何を目指すかということでございますが、全中期経営計画3年間をかかり、お客様のデジタルトランスフォーメーションを伴走し、そしてそれを実現していこうということで、ハーモナイズという名前をつけましたが、新たに始まる、すでに4月からスタートした中期経営計画はチャレンジという名前をつけました。我々は s i o の中で見ますと、 かなり早い段階からクラウドファーストにシフトをいたしましたそこから先ほど申し上げましたマルチクラウドを徹底的に推進してまいりました我々にとってみますと約2,000名売上規模650億の会社がそこにシフトをしていくっていうのは大きなチャレンジですそしてそこにそれぞれのクラウドのサービスのセキュリティ機能を正しく理解をし そしてお客様のセキュリティ環境を作っていくってこと自身も我々が大きなチャレンジでしたですけどもこの延長線上では次の3年間我々が目指すことはできませんしたがってこれまでの土台の上により一層我々が今注力をしているクラウドでセキュリティ超高速化により戦力をリソースを集中していくことが必要でありそこを作っていく人 積極的にもっと採用を重視しそして人の処遇を良くしっていうことが我々にとっての大きなチャレンジであるというふうに考えておりますしたがいましてハーモナイツっていう名前からあチャレンジ我々にとってみますと挑戦をし続けること自身がこの授業変革をさらに推進するというふうに確信をしておりますしたがってこのチャレンジを継続するということ挑戦を継続するということでチャレンジという名前にしました 具体的にこの3カ年で営業利益率10%を達成しようというのが大きな目標でございます具体的に見てみたいと思いますがまず売上をどういうふうにして成長させるかそして利益をどういうふうに成長させていくかということなんですが売上の成長はククラウドセキュリティののスストック型のビジネスをより推進しますこの数年間で失っていくビジネスは徐々に小さくなってまいりました で得られれるビジネスはそれ以上に大ききくなってきましたつまり得られるビジネスと失っていくビジネスの代償は毎年着実に大きくなってまいりますただし我々の650億の売上の中にはまだ従来型のビジネスもあることも事実でございますそこのビジネスを緩やかに失いながらさらに推進していく売上を着実に成長させていくのはクラウドセキュリティが中心に成長します 一方、同時に利益率を10%を超えていく、ここを達成していくためには、それぞれの事業セグメントごとの改善は当然必要なんですけれども、大幅な改善は、やはりシステム開発における利益率を10ポイント改善、完全、具体的に後ほどご紹介申し上げますが、それをドライバーにして、営業利益率10%を達成しようというふうに考えております。 売上と利益の成長はこのようにして求められますが実質的にこれを動かすじゃあ人はどうするのとっていうところが当たり前のように大きな課題です。これは我々の企業でもそうですし大企業でも同じような形になるわけですがこの数年間我々は人に対して相当な投資をしてまいりました。世の中の平均以上の昇給をしより平均以上の賞与を配り そして働き方のそれぞれの社員にあった働き方が選択できるような非常に柔軟な人事策を取ってまいりましたそれをより一層加速をしもっと人に投資をしていきたいというふうに考えておりますそして同時に株主の皆様に対して着実に配当成功を45%以上お約束できる還元方針をここに謳っております じゃあ具体的な絵柄にしてみますとこのような形になります全中期経営計画でクラウドとセキュリティを中心としたストック型のビジネスは売上の約40%を占めるところまで作ってまいりましたこの3年間でそれをさらに具体的に60%まで申し上げます 売上を緩やかに成長しながらその60%をストック型のビジネスに切り替えるということは残りの40%はシステム開発とインフラの構築サービスにあります。これ自身は先ほどお話を申し上げましたように SE がフル稼働する状態にございますので我々の経営基盤は極めて安定をしていくという形が取れます。それと同時にそれぞれのセグメント別の利益率の向上を図り 全体の営業利益率を10ポイントをこの3年間で実現をしていくと同時に我々がやはり求められますのはこれまで築いてきた以上に企業として求められるる経営の基盤を強化をすす必要がございますこれに関しては積極的にキャリアの採用を行い経営基盤の強化そして今後の継続的な成長に対して人材それから技術力 ここに対して投資を継続していきたいというふうに考えております。それから、多くの投資家の皆様方と面談を通じてご質問いただくケースがございますので、これを一枚用意をしたのですが、JBCC グループの立ち位置というのはどこですかというご質問をよく伺います。以前ですと、私どものグループは、 お客様の売上規模がここのグラフで言いますともう少し下100億とか200億程度というところのお客様層が非常に中心であったんですがそれをこの数年間でお客様の売上規模1000億から2000億のところまで引き上げる努力をしてまいりました原石に実績も出始めております ここに行きますと、当たり前に以前もご質問いただきました、やはりそう生産性の向上という観点から見ますと、クラウドセキュリティの一件あたりの受注高が当たり前に大きくなります。その生産性が向上しますが、同時に我々がここで直面する課題は、求められる品質も高まるということです。それぞれのお客様にとっての、 1> 1億企業の持たれている求められる品質っていうものに我々はそこにきちんと向き合いそして我々の技術力を高めていくってことが必要になりますがこの数年間取り組んできた我々の立ち位置はこの辺りにあるとでここのお客様も本当にお困りになられています簡単に IT 人材の採用はできませんですけれども競争力の観点から見ますと IT を使って自分たちの経営改革をしないといけませんそれは入実でられています そこに対して我々は我々のこれまでの知見をベースにしてクラウドセキュリティというインフラの最適化を図りながら誰よりも短期間で質の高い超高速開発で機関再構築を提供できるとそして今後はデータ、まあえー、どの SAM 話をしますけれども AI を中心とした新たなサービスが出てくるだろうというふうに考えます。 それでは具体的に注力分野についてご紹介を申し上げますがこの3年間でクラウドのビジネスは売り上げをご覧になっていただいたように70億強から180億のビジネスまで成長させてまいりますやはりいち早く我々はクラウドのビジネスにシフトをいたしましたで如実に感じますのはシフトした段階では クラウドっていうことに関して快適的であったお客様がやはりクラウドを使ってみてそしてクラウドの利便性を享受しそうすると少しずつそれからさらにクラウドが当たたりり前の,世の中になってまいりまいしたですから、えー、多くのお客様が日頃使っているマイクロソフトのサービスをクラウド上でマイクロソフトのサービスを使うという自然な流れです。インフラ部分全体的にやはり コストが比較的入りやすいのはアマゾンのウェルサービスになっています。ですけれども、B2C で鍛えられた Google のクラウドの使いやすさというのは素晴らしく使いやすいです。必然的にお客様の環境はそのようなマルチクラウド環境になります。ですけれども重要なことは、その会社で全ての IT 資産をどう適正化をしていくかということになります。それを私どもは長年提供してまいりました。 ですからそこに対するご評価が高いということと先ほどの売上規模のお客様自身が大きくこれからクラウドにシフトをしていくということ自身が我々はこの数年間ずっとこう誰よりも早くそこに行きそして経験を積んできたということが明らかにプラス側に働いてくるだろうというふうに思っております。 それから同様にセキュリティでございますけれども先ほどご紹介したそれぞれのクラウドのサービスはそれからそのクラウド上で動く多くの s a ズ s のセキュリティ機能をそれぞれを正しく認識しそれぞれのお客様においてそれを実装していくってことが必要になります、えー。セキュリティの難しさっていうのは多くのインシデントがこう日々流れてますけれども。 新たな脅威が出てきた時には新たな防御策が必要になります既に持っている、えー、セキュリティの状態をさらに高度化をしてあげるということが必要になりますから毎日の運用そして、えー、例えばあそれぞれのセキュリティの状態がどのような状態にあるかということそして新たな脅威に対して新たな設定をしてあげるということがグローバルなレベルで必要になりますそれを私どもは今 提供しておりますので24時間日リモートから鑑賞し何か変な動きをするとその瞬間にシャットダウンをし対応していくこのようなサービスを展開をしこの3年間で55億の売上規模を120億の売上規模までを成長させていくということを計画をしております。それから超高速開発でございますけれども先ほどの SI 事業全体の占有率 これを今現在60 75まで持ち上げるあの冒頭でご紹介を申し上げましたようにメインンンフレームのののコンバージョンのビジネスいいうのは底がたくございます今現在メインフレームが数台残っているお客様のアプリケーションの量っていうのは相当大きいのでコンバージョンの期間でも3年かかりですとかっていうのが当たり前のようにございますのでこの数年間はまだその事業は残っていると思います。 またいましてある程度の SI 事業全体の緩やかな成長の中においてこの占有率を高めデリバリーのリソースはパートナーのリソースを有効活用しながらこの達成率を行う。ただし重要なところはここで売上総総益率を10ポイント改善しますということを計画をしておりますがじゃあ具体的にどうするのという形になるわけですがこれは現実的に今。 開発中のプロジェクトでございます中力業種である例えば学習塾これはもう長年慣れ親しんできたインダストリーになるんですけれども当初プロジェクトをスタートするときにはこれまでの経験で得られたマイクロアセットサービスの適用率は10%という想定にしておりましたが原石に具体的な現状を分析しそして要件を絞り込んでいきますとアセットの適用率が35%まで高まってくるということがこれは実績として 出てままいります真ん中にありますのも中力業者である食品卸ですけれどもこれはビフフォーアフターアタで申し上げまますすと5%から30%になりますそしてもう一つ中力業種外先ほどのページであの4業種のご紹介をしておりますけれども中力業種外においてももともとアセットの適用率っていうのはま極めて低いんじゃないかと当初予定しましたが。 まあるる程度の適用率ができるだろうとこの実績ベースになりますこのアセットの適用率を高めれば高めるほど我々の利益率は改善します。と同時にお客様から見ますと当然相互費用が安くなりますし開発のバグが少ないですマイクロアセットサービスはすでに動いておりますのでそこに対する障害というのは極めて少なくなります。 従いましてこのマイクロセットサービスを我々は超高層階級における大きな利益の成長エンジンになるとというふうにまあ一方で冒頭にご紹介申し上げました我々はこの年度決算においてよりプロジェクトを厳しくしそしてプラスアルファに引き当てを行ったというご紹介を申し上げましたが。 お客様のターゲットセグメント売上規模例えば100億200億規模の数億のシステム開発ですとこれまで長く経験してまいりましたからある程度の想定ができるわけなんですけれどもお客様の企業規模を上げますと我々の今のプロジェクトサイズは20億とか30億になっておりますプロジェクトサイズで言いますとほぼ10倍の規模になるそうしますとこれまでの我々の経験だけでは語れない部分が現実な課題として今直面をしております そこに対して我々は短期的には先ほどのような少しコンサーバー的な見方の引き当てを実施をしましたがプロジェクトをきちんと正常に動かしていくってこと自身にはまだここは努力が必要になります。で我々の開発手法の努力は十分できておりますが我々が必要なのはそれぞれのお客様の業態の理解お客様の業務の理解 これはもう当たり前の話なんですけれどもここを深めることが必要ですすでにここには施策としてスタートをしておりますが例えばあプロジェクトの現状分析の際に我々のプロジェクト員全員はお客様の現場を参ります。例えば物流の倉庫であったり製造現場であったりで単に1日見学しただけで業務が理解できるわけじゃありませんからそれを通じて自分たちの理解を 文書化しそしてお客様と具体的な話し合って我々の理解度がどこにあるかというところまでお客様と話し合いをしだからさらに現場の見学あるいはこういう業務の理解をしてほしいということをコースをかけるようにいたしましたしたがいましてこれまで進めてきた以上に現状分析の時間がかかったり要件定義の時間がかかるという形になりますので、まあ、積極的な引き当ても実施したということがそういうところから出てまいります。 重要なことは、われわれの全体の品質を上げていくことになりますので、プロジェクトサイズが20億であろうと、30億であろうと、われわれのこれまでの経験をさらに高め、そして業務の理解を深めることによって、プロジェクトの品質を向上させていきたいというふうに考えております。ままたををどういうふうういいいいふにに活用していくのということとこご質問になれると思いますが 今多くのお問い合わせを頂い,いて、まあ一言で申し上げますとトラライアンドエーーをごしていいるフェーズが多いです例えばマイクロソフトの高パイロットというのをどうやって使っていけばいいのと実際的にこういうふうにやってみましょうということがありますのでじゃあ AI でこういうサービスでどれだけのビジネスをっていうところはもう少し時間がかかると思います。 我々自身がいろいろお客様とそのようなトライアンドエラーを繰り返し同時に自分たちは全社員に今 AI を使ってどこの部門でもトライやってみようという自分たちなりにやってますがここでご紹介申し上げたいのは我々はにに対してどういうういい立ち位置にあるかということこなんです。つまり我々の開発のターゲットは機関再構築です。つまりお客様にとって最も重要なシステムであり毎日最も重要なデータが流れます。 そのデータを設計している我々は設計者ですと同時にそれを支えるマルチクラウドでありそのデータを保護しないといけませんのでセキュリティを実装ができますですから一致的に言いますと非常に有意な立場にいるということが言えます 今現在ここに書いてる散布的に例えば塾でいうとこういうことが想像されますあるいは食品卸しでいうとこういう AI の使い方が考えられますあるいは病院の中で言いますとこういう AI の使い方というのは大体ある程度の想像をつく範囲なんですけれどももっとそれぞれお客様の固有の中に入っていって AI のサービスをもう少しきめ細やく適用することによってそれぞれのお客様に対する付加価値が出せるだろうというふうに考えております。 えー、ついて少し観点を変えましてやはり投資家の皆さんから日々求められた我々環境に対してどういう取り組みをするの社会に対してどういう貢献をするのとそれを支えていくために何が重要なの例えば人材育成ででああありりるいは技術力であります特に我々にとってみますとチャレンジをしていくっていうこと自身は当然新卒で採用しトレーニングして育成することも重要ですが。 この3年間で重要なのはキャリアサイに対しても非常に重要な局面を迎えます。従いまして我々の重点施策の一つとしてこの人材にスポットを当てております。この数年間でここに書いてますスタイル J というのは数年間をかけて年齢という壁をなくしましたつまり定年退職を廃止をしました。 そして副業を推奨することによって社内以外の組織の壁をなくしましたそして時間という壁をなくしていきたいと思いまして新入社員員以外は全員生活主義に切り替えました、まあそういう取り組みをしながら働き方自身は非常にフレキシブルな状態で今適用できているんですが。 それ以上にもっと魅力的な人たちがこの会社に入りたいというふうに処遇ができるようにこの4月から専門職の制度を導入をし一番上は役員待遇をしております技術職もそうですし営業の場合もそうですこのようなキャリアに対してそして自分の持っている経験をこの会社で生かしたいと思っていただけるような処遇制度を実現をいたしましたそして今後採用に関しましては新卒もキャリアも半分は女性を取りたいと な、まあ、なかなか、あのー、これまでも女性の採用ということは積極に取り組んできたわけなんですけどもこの4月の新卒採用は皆さんがいていただいているこのオフィスの環境も含めて女性にはある程度見ていただくとここで面接するとやはり採用の確率がありまして40%を超える今現実的には44%女性を採用できてるんですけれども目標にだいぶ近くなってきたというふうに感じております。 まあ当然ながら時間はかかりますけれども女性の管理職の登用だとかっていうことは積極的に具体的に進めております。全体感で言いますと人材の投資っていうふうに口頭でお話ししたレベルは過去数年間この3年間で投資をしてきた1.5倍をさらに3年間続けようというふうに考えております。毎年約50名の新卒それから50名のキャリア採用 そして具体的な育成費用ですここに対して人に対して投資をしそして同時に先ほどご紹介申し上げました営業利益率を10%まで改善をしていくと,ということを先ほどのそれぞれのページでの利益率の改善をベースにしていきますとこれが実現できるというふうに考えておりますちなみに最初の高度技術専門職はこのような人間を4月からスタートをさせて AI のエリアですとかクラウドのエリアですとかセキュリティのエリアですとかシステム開発の大型プロジェクトマネジメントですとかあ彼らをそれぞれの経験に基づいて役員待遇であったりここに書いてますようなテクニカルのオフィサーそれからディレクターという処遇をしてそのようなあ、まあ、大幅な給与アップも含めて実現をしましたこの人たちがこの IT 業界に出ていってこの クラウドのデッはこの人がいるんだっていう裏に自分のスキルを高めて会社の壁を越えて名前が見えるようなこういう人たちが働いてるんだっていうふうに彼らには頑張ってほしいという話をしていってますそしてこの人たちが自分たちでスキルを高めそしてこの業界そのエリアにおいて名前が出ていくと 我々は社内向けの教育を社外向けに提供しようということを考えました。それが JBCC アカデミーです。通常、社内のトレーニングをするためには一生懸命同くの会社さんにしますが、それを社外に提供していくというところはなかなかないです。我々は先ほどご紹介したように人に対してを投資をします。そしてスキルを持っている人たちはそういう勝負をします。そしてそれぞれの我々が伸ばしたいエリアに対して、こういう人が 働いてるんだなと。こういう人と一度一緒に仕事をしてみたいという時に、我々はこの講座を提供し、経験をし、そして具体的にプロジェクトを一緒にしたいというふうに思っています。我々は副業を推奨しておりますので、プロジェクト単位で他の会社で働いてキャリアを持っている、経験を持っている人たちがあるプロジェクトで一緒にしてみると。3ヶ月、半年。そうするとより我々の会社をし、そして そういういいいい人たたちが働働ててるんだら一緒に働いてみたいあるいは副業をもっと継続してみたい副業の割合を増やしたいその先には JB グループ JBCC グループで一緒に働きたいっていう思える人が入れればいいと我々は毎年数十名このキャリアを持った経験を持った人間がこの中に入ってくるだけで我々もこの進むべき3年間は実現できます。 ここに一本踏み出したのが JBCC アカデミーということで、我々の社内のトレーニングメニューを外に提供し、できるだけ我々の認知度をこの業界で上げ、そして人のキャリア採用についてつなげていきたいというふうに考えました。この JBCC アカデミーをいろいろ議論を重ねる、 の時に一つアアイデアがが、出てきたんですが若者の就労支援社会のところの若者就労支援って見ていただきたいんですけれどもこれは具体的に世の中にいわゆる引きこもりと言われているこも,もり人の皆さんが140万人を超えるニーズがあり社会問題の一つになります。で、えー、原石にこもり人で困られている人もやはり今のままではいけないということでいろいろこう。 苦労されていきます例えば東京都ではそれぞれのコ子ビ備トの人に対して1人ずつカウンセラーがアサインされますそれぞれの区においてそして家を出てそのカウンセラーと会うことによって定期的に面談をしそしてあなたはどういう仕事に向いているかってことをカウンセリング前にしてくれますとはきちんとそういうサービスを提供していますで行ってくれますですけれどもハローワークで現実的に向いているっていう 業種を紹介され具体的な会社を紹介されたときに自分は今まで経験がないので向いていると言われても一歩踏み出すにはなかなか勇気が得ないあるいは採用側もまあ分かるんだけれども経験がないからちょっと二の足を踏むっていうその間が抜けているんですねじゃあ我々が我々は IT の特性は家からすべてのことができますリモートでですから JBCC アカデミーでそのような人たちが コンクリートの人たちが我々のクラウドの講座を受教しそしてある経験を積むことによって我々はプロジェクトの仕事の場まで提供できます仕事の場が提供できればほんの一歩足を踏み出しそしてそれが継続されればその人の支援につながるんじゃないかというふうに思いましたこれはもうチャレンジそのものになりますですからどういうふうに具現化できるか分かりませんが このアカデミーの外向けに対してこの秋からサービスをスタートしそして現石の我々のキャリア採用経験を持っている人たちがより入りそして一歩踏み込んでいって経験がない籠もり人の人たちのような社会的に困られている人たちの一歩を踏み出す助けになれば。 われわれにとってはやる価値があるだろうというふうに考えて、この JBCC アカデミーというものをスタートしたいというふうに考えております。続いて、経営目標、それから株主関係方針に移らせていただきますが、まとめますと、この3年間、売上を着実に成長させていきながら、営業利益率を10%を超える、そして見ていただいた ROE、それから配当成功は45%以上。 とということをを達成を目指します我々がこの3年間経営基盤の土台を作りましたがこの3年間でより一層強固なものになりお話を申し上げている着実に毎年増収増益が繰り返されそして過去最高の営業利益が毎年継続ができるということをこの3年間で実証できましたこれをこの3年間も継続してまいりそして会社としての質を向上させてまいります。 続いて、今年度の業績配当予想でございます。売上げは、まあ、極めてなだらか、モデレートなプラスになりますが、営業利益は15%の成長、年間の配当金は106%配当成果をご覧になっていただいたパーセンテージになります。以上、前期の業績からこの3年間、すでに始まりました新 チャレンジ2026の目指すべきポイントについてご紹介を申し上げました。